こんばんは。はい、こんばんは。始まりました。はい、ドミューン瀬戸内、残すところあと4番組になったんですかね。あ、3日、5番組ね。でその中の一つ、今日は、シンセサイザーアカデミードミオンシンセサイザーアカデミー、第5夜ということで、はい、なんとね、うどん県でね、パチケーブルもそうですけど、うどん県で2回目の、そうですね、シンセアカデミーということで、本当に縁が深いなというところで、そうですね、あと、今日ね、出演者も辻田直人さん、そうですね、はい、香川出身ですし、香川だし、もちろんドミューンの、ボス宇川先生も香川、そしてヤルシットのレナも香川ということで、意外と近所で、香川は本当に濃いんですよね。それでもう2ヶ月ねドミューンのクルーも頑張ってくれて、僕も連日ちょっと遊びに来てるんですけども、もう全然疲れる様子もなくずっと ね頑張ってくれてて、はい、で今日は非常にまた豪華なゲストも来てくださってまして、ね、はい、今日のね、新生アカデミーのテーマ、はい、最初は BBD 回路、BBD 阻止の、魅力っていうふうにお話ししてたんですけど、もちろんそれもやるんですが、はい、実は先日8月8日の日に八百屋の日ですね、クラブミュージックを愛してる人たちっていうのは大体知ってると思うんですけど、ローランドの TR808 という今映ってますかね、ここに、いわゆる80年代初頭に出たリズムボックスなんですけども、808っていう、これはね、そう、これポーチです。8月8日がね、808の日ということで、別にローランドがその提唱してたわけじゃないんですけども、世界中のその八百屋のフリークスたちがこう勝手にね、もう盛り上がってる、でこの機材っていうのは、81年に発表されてるんで、もう40年経つのかな、で40年も続く電子楽器って、僕が知ってる限りは、ミニモーグとかね、あるいは何だろう、ないよね、他になかなかね。でどんどんこう何だろう、他のメーカーが似たようなものを作ってくるじゃないですか。こうこれローランドっていう会社の当時出した楽器なんですけども、いわゆる他社楽器メーカーさん、言えませんけども、そこから八百屋の音が出て、八百屋って言うんですけどね、出てくるっていう、すごい不思議な現象があってね。そんな話をしてて、でローランドっていうのは、We Design the Future っていうその社訓があって、未来のものしか見てないっていうことで、過去は振り返らない、そう、でも僕ずっと説得しててね、そしたら、TR8 っていうシリーズが出たりとか、ね、アイラシリーズがもうやっぱりローランドの資産だし、これは世界的にやっぱり需要があるし、最先端の今のクラブシーンでもずっと鳴り続けている音なんです。TR808、909、TB303、この3機種っていうのは、40年も経っても、常にダンスフロアの、ハイハット、キック、タム、もう全部だよね、リズム帯を補う、出している音だと、そうですね、多分世界中で一番鳴ってるリズムの音だと思います。でやっぱり PCM、同時に出た PCM の、言っちゃいますけどリンドラムとかね、いろんな、生のサンプリング音があったんだけども、80年代はもちろんリアルな音で続いてきたんですけれども、今は全て淘汰されて、結局残ったところはこの TR808、で何がすごいかって、これシンセサイザーなんですよ。40年前にできた、でね、今日、もう告知でされてますけれども、横に神様が
座っております。そうですね、本当テクノシーンの機材面での立役者って言っても、ね、おかしくないというか、そうですね、本当まさにそういう方だと思うんですけれども、はい、ご紹介します、はい、工学博士の菊本忠夫さんです。どうもこんばんは。こんばんは。今日はお招き預かりましてありがとうございます。ありがとうございます。まあ、古来器はメーカーが作るけども、楽器はアーティストが作るというふうに言われてまして、まさにそのギャワヤはですね、それを体現したまあ唯一の楽器だと思うんですよ。ギャワヤはもちろんあの皆さんご存知の通り、菊本さんがチームリーダーになって作ったあのリズムマシンというのを聞いておりますけども、なんか八百屋の前にドクターリズムっていうのがあったらしいですよ。最初はね、当時あの低電力のマイクロプロセッサーを使った、マイクロプロセッサーですね、使った、はい、あのポータブルのコンピューターあのリズムを作ってほしいという要望があったんですけど、それをコンピューターを使わずに簡単なロジックでできちゃったんです、はいはい、リアル55ですよね。そうそれがまあ評価されてですね、逆にまあ何かやれるだろうというふうにあの考えてもらったんですよね、それで最初のまあ八百屋の話が、まあ掛橋さん、当時の掛橋社長からですね、あって、それまあ挑戦したのがこの八百屋ですね。なるほど、まあね、あの今日は2時間にわたってトークにお付き合いしていただくということで、さまざまな質問をね、僕らもそうですけども、世界中から来てます質問が、それにちょっと一つずつ答えていただくということで、まずちょっとお伺いしたいのは、菊本さんは、ローランドに入社された時にちょっと面白いエピソードを僕聞いたんですけど、確か77年ですね、77年に何かを作って持ってったっていう、はい、そうですね、当時ローランドはギターシンセサイザーっていうのを、はい、開発してですね、はい、それ出しましたね。それと私同じ頃にシンセサイザーギターというのが逆になってですね、シンセサイザーのギターを開発したんですよ、はいはい、ところがまあその楽器、音楽とか楽器の知識があんまりないもんですからね、そのすごいもの、すごいこうハード的なすごいものになったけど、その演奏できないような、マシンタペースがですね、全く楽器になってないということですね。なるほど。まあその売れる見込みがないんで、はい、まあその技術をですね、まあ、技術として面白い思いがあったんで、それを加賀さんに売り込みに行ったんですよ。売り込みに行ったんですか。売り込みに行ったんですよ。その特許を、はい、言いましたね。特許をですね。加賀さんというのはローランドの創業者です。そうですね。はい、ね。そしたらそのまあこういうのはやめときなさいと。であんたを買いますと言われて、なるほどね。そこでじゃあローランドの社員になったわけですね。そういうことですね。面白い、あ、売り込みに行ったってことなんですね。そうですね。最初に手掛けられたあの楽器っていうのは何だったんですか。システム 100M のモジュールをちょっとやりましたね。まあ、ほとんど完成しかあと補充するということでやりましたけども、まあやっぱり DR55 がそのまだまだ商品としては最初の商品ですね。あ、なるほど。じゃあ DR55 システム 100M、それからリズムの方へ入っていったんですよ。それまで何をするかまだ決まってなかったんですけどね。そして、まあ TR808 が生まれることになるわけなんですけども、そう、さっきの話の続きなんですけどね、この前のその808の日に、なんと菊本さんと当時の、ローランドの、このチームが、力を合わせて新しい808を作ったというね、話をお伺いしまして、画面に出ますでしょうか。これです、 RC808。 これは、聞くところによると、まあ、当時 TR808 っていうのはシステム700っていうローランドのフラッグシップモデルのモジュラー申請を使って、はい、一つ一つ音を作られていったと。うん、ところがインストの数が何個あるんでしたっけね、八百屋って、何個あるのこれ、1234567891011 12で裏もあるので14個の音
これ全部をシステム700っていうモジュラーシンセで、まあ、本来作ってる作りたかったんですよね。そうですねあのもともとリンというドラムが持てる噂がありましたからね。そうです ねだから生の、まあ、いい音のですね、生のもしい音の楽器を作るとあのプロのスタジオで売れる、はい、うん、売れるって、つまりプロのミュージシャンもドラムを雇わなくてもですね、うん、そのドラムマシンで持って音楽を作れるということ、そういうことです。市場があるということだったんですよ、うんうん、でリンがそれで評判になったんですね、うんうん、でそれをね、かけさんは1000ドル以下で作れんかという話だったそれは厳しいですよね。だってリンが5000ドルですね。あの日本円でいうと120万とかしましたよ。あのですからリンが当時のあれで5000ドルですから、まあ360円、まあそうですね、当時のそれがね、うん、それを1000ドル以下、まあ、10万から15万ぐらいで作れってことですよね、うん、まあ、そうで、でそれはとてもできないんでですね、じゃあ、はい、そのリアルではないけども、うん、そのユーザーがの望むようなですねシンセサイザーにして、うん、そしてその望みの音を作るということでどうですかという話をしたら、それは行こうということになったんですね。リンドラムという リアルな音、そしてそれは1音しか出ませんね、はい、リアルな音が1つしか出ませんけど、シンセで作るといろんな音を作るじゃないですか、うん、まあ、そうですね、そういうのを付加価値として売り出せないかというと、まあ、それ賛同してもらいたいわけです。さすがシンセサイザーメーカーですね。そのモデルがやっぱりシステム700をコロナ禍に、例えばキックドラム1個にシステム700相当のものを、はい、入れたいですね。入れたいです、ね、とても入りませんから、うん、ただ280万円しますからね。それをできるだけシンプルなあの回路で やろうとしたのがこの方式で、なるほど、ところが、まあ、その目標に全然到達しないままですね、はい、まあ、時間切れになっちゃったわけですね。なるほど。ということは、まさか今40年経っても使われるどころか、うん、まあ、菊本さんの中ではなんだろう、この不満の残る機材ではあったと。そうですね。ですからでもね、うん、そのこうして40年の間にですね、うん、この八百屋の音はですね、うん、いわゆるクライテリオンというか基準になったんです、うんうん、ちょうど日本語であの基準ですけどね、英語ではクライテリオン、スタンダードじゃなしに、うんうん、その美の基準というのはね、はい、まあ、平均じゃなしに、うん、明らかにこの基準にのっとると美しいとかですね、あるじゃないですか、うん、そういう基準に今なっちゃったわけです、八百屋の音は。そうですね、ええ、でその当時は私も誰も評価しなかったですけどね、一部の人がそれを評価してくれて、うん、40年経つ間にクライテリオンになったんですよ。うん、うん、基準になっちゃったわけですね。そうですね、ええ、あの例えば最初に使ったあの人で、あの、まあ、バンバータとか ね、あと誰がいたかな、プラネットロック、うん、彼が言ってたんですよ。彼もね、うん、なぜこれ使うのか、 because it's standard だと言ったんですよ。まあ、彼はそう言ってたんですよ。そうですか、ね、だから彼にしてもそれは今になったらスタンダードだから使ってるという言い方ですね。うん、でもこれはそういう標準じゃないんですよ、うん、基準なんですね、うん、今や基準になっちゃってしまったんで、もう使わざるを得ないんだというぐらいのそういう表現をしてるわけです。うん、ただ私はこの音は崩せないんですね。そうです、この音を、ね、うん、目標してこの音からスタートしないとダメなんですよ、うん、私らの場合はですね、うん、私はオリジネーターですから、そうです、みんなこの八百屋に向かって近づいてきますけども、我々はこっからスタートしようという、うん、ね、そう、確かに、ね、ただしこの八百屋の音はやっぱりそれだけのリスペクトした上でですね、基準は八百屋から始まって、そこから自分の好きな音を、うん、音を作りなさい。例えば八百屋の音ですね、あのばらつきがあるんです。抵抗がプラスマイナス 5% の誤差がありますね、はい、コンデンサーがですね 10% あるんですよ、はい、プラマイス 30% の、しかも時間が経つと今電解コンデンサーになってね、容量がもう音小さくなるね、経年劣化が発生するっていうね、そうするとその当時の音を誰も聞けないわけですよ。わかります、ね、でそういうふうに一つ一つの音が違うわけですから、うんうんうん、その基準そのものは、さっき言ったんだけど基準そのものがみんな違うわけですね、うん、でもみんなそれぞれ自分のイメージの八百屋の音をみんな持ってる、うん、そうですね、それはこれで作れるんですよ、うんうん、なるほど。そのアナログモデルじゃなしに将来本当目指した、ね、シンセサイザーとして作ったんでですね、八百屋の音も909の音も出るんですよ、うん、いろんな音が909のいろんな音が出せますね、うん、そこからお客さんがまたその
音から自分が昨日好みの音にまた変えていくということで、いわゆるドラムシンセサイザーっていうんでしょうかね、当時その1000ドルっていう予算を突きつけられた時に、どっかで渋っていろんなものをこう安くしていった、コストダウンしていったところを今回作ったこの RC っていうのはシステム700、しかも今もっと精度が上がってますから、それが全て入ってる、入ってるということになる、ね、1個のドラムにシステム700フルセット入ってると思う。それがすごいんですよね、それはソフトウェアの力でこれだけのことができるようになったんですね、じゃあやってみようということで、始めたんです。さっきちょっと音出しのリハーサルの時で、ここのドミュースタジオのファンクション1で鳴らした時に、菊本さん自体が倒れそうになってましたね。ウーハーの音がね強すぎてですね、そのウーハーの音にその八百屋の持ってるアタックの音が負けるんですよ、私の耳ではですよ、だからああいう音は初めて聞きました。ああなるほど、現場ではああいう音が鳴ってるっていうことなんですよね。そういうことですよね。当時そのなんだろう、八百屋をチューニング してる時に、エーストーンのなんか安いモニターで、もうちょっとマシなモニターも使ったんですけども、使ったんですか、当時のね、あの低音のいわゆるウーハーというのはね、こんなに強い、ね、力でこう、あ、圧がなかったと、それだけならないんで、もうあのブレるんですね、根子がですね明らかにこう分割してありますね、こう動いてだからバラバラ言うだけですね、ブーンという音がしないんですよ。あー、ブーンが聞こえなかったっていうね、だからまあよく言うんですよ、あの音ね、やおや作ったけど当時ですね、今の音を聞いた人は誰もいないんですよ。あ、すごいですね。あの当時はバリバリ言うなというふうにバリバリだったんです。音を聞いた人は、で絞ると今度はプツプツとしか言わない。不思議なのは、僕も宅録やってて思ったのは、音はそんな聞こえないのに、VU メーターがどんどん上がっていくっていう、で根子がこう揺れますよね。そうですね、そうそうそう、根子動いてるのに音が全然聞こえないんです、でそれがこの前菊本さんとお話ししててね、ちょうど87年頃から、まあ、アシッドハウスというものが生まれたんですけど、そこにはやっぱり家で皆さん、お金持ってない人がね、当時安かったんですよ、八百屋も。八百屋はちょっと高かったんですけど、TB303 もそうですけど、それでクラブのサウンドシステムがいきなり良くなって、でそれまでローランドの音っていうとやっぱりポコとかポコポコっていうイメージがあったんですけど、こういうサウンドシステムで聞いた時にさっき驚かれたような衝撃を受けたわけです。でそれはもういち早くアメリカではバンバータは気づいていて、それに、ああそうですかね、その点をよく知ってたんだと思うんですよね。どうですかこれね、さっきも ねこれ音鳴らしてみたら部屋のダクトがボーンって鳴ってましたけど、早速なんでね、このそうそう RC808、8月8日に無料配布されたってことで、すごいですねこれね、無料で、これを名義にしてくれた、ね、アーティストとかお客さんに、ユーザーに、まあ、感謝の意味を込めて、素晴らしいですね、使っていただこうということで開発しました。はい、はい、ちょっと音を聞かせていただきたいんですけどね。八百屋の基準の音ですね、はい、シーケンサーもついてますんでね、素晴らしいですね。これね、僕最初に聞かせていただいたときにびっくりしたのは、ゲートで切れるんですよ。そうです、ここで切ってますね、はい、ここの、シーケンサーの部分を見ると分かるんですけども、いわゆる普通はワンショットでトリガーすると最後までブーンっていっちゃうんですけども、この画面見るとこのピアノロールが短くなってますよね、はい、その分短く出るんです、それで、ちゃんとリリースも残るんです。
いわゆる音の長さを、はい、ゲートで調整できるようになってるんですよ、はいはい、ハイハットはそうなってますよね、うん、ハイハットはね、でその全てにハイハットのようにオープンクローズにしてしまうと、うん、オープンキックドラムとですね、クローズドキックドラムとか、その発想はないんですよね、何でもできますね、そうすると新しい音楽表現ができるだろうということで、セフ電子楽器ならではですね、特徴を入れたんですよ、そうそう、これでまた新しい音ができるわけ、うんうんうん、で、今作ったのは割とスタンダードな感じの音なんですけど、この、パラメーターっていうのをちょっと開いてみていただきたいんですけど、例えばバスドラム見るとこんな風になってます、でこれで、これパーシャルっていうんですね、これは全部で8パーシャル並んでるんですね、はい、8パーシャル使いこなせるかというとまた後で説明しますけど、はい、八百屋の音はもう1パーシャルで、ああすごいですね、シンプルですね、十分なんですね、でこれは、これ広げますとですね、こういう風に、はい、ですね、でこれは八百屋との回路を使ってませんので、はい、八百屋の音を出すためにはですね、はい、その発信機のダウンシャープオシレーターというですね、はい、この発信機の、はい、ダウンシャープオシレーターですね、うん、これ一番上のは、これ一番ですね、これ、はい、そうですね、これすごいでしょ、うん、皆さん、いやもうクラクラする、うん、でもこういうことにずっと向き合ってるのこういう形をしてるとですね、うん、キックの八百屋の音が出てくるんですね、はい、でこれを、こうでですね、左がこれが周波数になってますね、これはあのフィルターがありましてですね、はい、これ撮ってるかな、あこれこれ、はい、これをフィルターですね、出ますね、プチッという音が出ますね、そうそうそう、はい、これは八百屋についてるあのトーンコントロールのこれに相当するんですね、はいはい、トーンコントロールですね、そうそうそう、はい、でさらにこれにですね、はい、ウェーブシェーピング、これはトランジスタで普通沈んでるんですけども、はい、これを自由に歪み方を変えることができます、ちょっとむしろ八百屋に近づきましたね、これね、これちょっと八百屋からずれてますね、はい、これが八百屋に近い状態ですかね、こういう状態ですねでさらにこれね、今現場でぜひ聞いていただきたいんですけど、お水を見ると分かるんですけど揺れております、揺れてますねんちょっとこの音が聞こえないかな、ポワッていう成分が入ってきましたね、こう上げていくとですね、はい、まあ違う、おお表情が変わりますねこれ、うーん自由の音変えられるね、こうして、サイン波になってるわけですね、オシレーターサインですね、うん、でこれの、まあ、エンベルプをですね、もう少し振りますと、ちょっとおかしいですね、この音間違ってるかな、ちょっと間違ってますね、いいです大丈夫ですよ、ちょっと間違ってますね、こういう仕事
あのどんな音でも出せます。八百屋の音は、ね、909の音も出せますしですね。ちょっとしましょう。ちょっとタイトになりましたね。でも、まあでね、今聞いてもこれドラムの音じゃないですよね。そうですね。確かに。あの今はワールドスタンダードになって、うんうんうん、これがダンスミュージックのキックって言われてますけど、うん、もっとドラムの音ってこういう音じゃないよね。確かに、うん、もっとなんだろう、こんなローないよね、うん、そうですね、ないですね。あとこんなにあのなんだろう、ディケイっていうかそのリリースがないはずなんですけど、ちょっと聞くところによると、まあ、揉めたまで言わないですけど、その、制作途中にディケイをなるべく撮ってたんだけど長くしててね、で菊本さんが悩んでるところで、架橋さんがそのまま行っちゃえばって言ったっていう、話を僕は聞いてびっくりした。せっかくシンセサイザーにしたんだけど、あのつまみを1個つけるとですね、そのボリュームの近くに部品置けなくなっちゃうね。そういう問題たくさん部品をつけるとですね、あのつまみをたくさんつけるとユーザーがこうコントロールできるつまみをたくさんつけるとそこに部品を置けなくなるでしょ、はい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 、ということは回路を構成できなくなるんですよ。なるほど。だから中が、ね、たった1個しかつけるつまみとしてはディケイしかなかったんですよ。そうなんですね。なるほどね。それはね、その質問がやっぱり来てましたね。これこんだけのたくさんパラメータがありますからね。そうですよね。制限ないからもうどんな音でも作れますよ、ね、でもあの長さがなければ、後のその、まあ、ドラムベースとかね、ジャングルって言われてる音楽が生まれるんですけど、このキックをベースラインとして使うっていうあの手法が生まれたんですよね、だからやっぱあのディケイは必要だったわけです。そうね、な、新しい音楽を生んだんですね。そうだね。普通切ってるよね。あそこ。で、改めてね、昨日僕バンバータ聞いてみたんですけど、そんなディケイ伸ばしてないんだよねあの人。もっとブーンって出ると思ったら、トッっていう音だった。まあそういう意味ではね、まず八百屋の音が基準になるんで、これ音作りちゃうとそれで難しさがあるんでですね、まずはばらついてる範囲、つまり八百屋として代表的な音を一応まとめてですね、16個作ってみたんですよ、これがまあこういう音ですね。キックですね、これ。そうそう、キックばかりね。で、まあそれぞれ一つこれをですね、自分がこの音に一番近いなと思ったらここ開いてですね、さっきねパラメータいじれば、そこで自分の理想の音を探して出せるわけですね。なるほど。そこからそれでいじくっていくわけですね。そうそう、これちょっとあのパラメータ見るとオシレーターがあって、フィルターバンクがあります、そうです、フィルターがここにありますね、ありますね、で触るとグラフィカルに、これフィルターバンクがあって、それをさっきこれ動かしましたね、 やりましたね。その後はエンベロープがついてるということですね。でこれがエンペローですね。ああ、そうか、並んでるわけですね。これがエンペローですね。すごいな、これ、このエンベロープの長さって当時のものよりも長く設定できるんですか？オリジナルの808よりも長く、もっと長くできます。できるんですね。これ10秒ぐらいできますね。それは長すぎますね。そうですね。そうですか。長すぎるとそこで途中で切りたくなりますね、だからゲートで切ることになります。なるほど、なるほど。長い音は切りたいですよね。そうですよね、スネアもですね、スネアはゲートリバーブをつけてですね、音を伸ばします。これは音源そのものを伸ばすことができますから、そうするとここで切りたいと、ありますよね、そうすると常に音の長さでもってそのゲートを切っていくというで、ね、新しいリズムができるんじゃないかという。いや、できるはずですね、じゃあ時の音いってみましょうか、これはあの今ちなみにスタンドアローンで動いてますけど、あの付属の、まあ、簡易シーケンサーがついてます、ところがこれ菊本さん VST でも動かすように、そういう予定です、しますよね、で今 Mac の方も、進んでて、うちの方にもちょっと入ってますけど、まあ、だんだんできてきてます、で同じようにしてこの基準になるね、八百屋の音から始まりますけど、
808の今の音の周辺に、ね、みんなの求めてるいわゆる基準の音があるわけですね。ありますね、はい、だけどそこからもっと飛び出してみたいという人のためにですねまあそれはもっとこの可能性があるわけですね、はい、そうすると例えば、うん、ちょっと大きなドラムを鳴らしてみたいとするとですね、はいというような音もこれはもうちょっと言葉にできないですね。で同様にですね。クラップですね。はい。ヴィンテージではクラップというのは一つの、うん、あれになりましたけども、はい、はい、いわゆるね、ね、いわゆるそうですね。これは若干パラメータ変えたら、はい、ばらつきます。これこれの範囲ですね。なるほど。でもそれさらにこれをシンサイザーシステム700が入ってるんですね、うん。もっと新しいクラップ作ってみようということでね。うん、そうすると。これから、これフィンガースナップに今出かけてます、はい、まあこういうふうな後でフーリエ解析もしていただきますけど、例えばこの辺の、ロングリバーブがかかったような音主に雑音で作るんです。そうですね、それを見ましょうかね、はい、もう一回ちょっと例えばこれはね聞かせていただいて、ね、むしろこの元の音で見た方がいいですね、うん、あ、そうですね、短いやつだね、僕ね808を何台か並べて、うんうん、音を聞き比べたら全部違うわけですよ。違いますね。それでリバーブってこれ入ってないんですよ。で、なんでリバーブみたいな音がするかっていうと、うん、今キクモスさんが見せてくださると思うんですけど、うんうん、先ほどもおっしゃってましたけど、これホワイトノイズでいいんですかね。ホワイトノイズをリバーブっぽくシューってやってるわけです。だから錯覚なんですよ。あ、なるほど。これはパラパラという音なんですよ。はい、最初のハンドクラップですね。で、この音をですね、聞いてみましょうかね。はい。これを聞いてみましょう。これが残響部分ですね。そうですね、残響部分。で、これが。これがテンポですね。それから、ね、これが残響部分です。合わせるとこういうふうになる。でこれを長くするためには、うん、このエンベロープを開いて リケーリリースを伸ばすってことですね。うん、こっちの方ですね、はい、パーシャルの3ですね。あれ？こっちはね、違いますね。ちょっと出てきますね、はい、うん、これかな。あ、これっぽいですね。これですね。アタック削ってありますね、ちょっと。今そうです、うん、すごいすごい、そう、ほら、ね、これちなみに、菊本さん、全部上げてみてください。ほら、ね、うん、それを減衰させておくことによって、はい、リバーブっぽく聞こえてる、うん、ぽいですね、うん、確かにぽいですね。でさらに、
ちょっと、まあ、ダメかな、これダメだね、間違ってます、まあ、ちょっと今ずらしてみましたね、ちょっとこれやりましょう、うん、どこあるんですか、これ、うん、ちょっと混乱してますね、すみません、これいやいや大丈夫ですよ、これやりましょう。僕はね、最初にあの八百屋の音を聞いたときに、ね、一番衝撃的だったのが、うん、キックよりも何よりもクラップの音だったんですよね。でそれまでは、まあ、あの例えばそのリズム&ブルースの中でも皆さん叩いてましたよね、ええ、それとは違うなんか何とも言えないすごくクリアな音だったんですよね、ええええ、でまさかシンセサイザーでそんな音が作れるとは思ってないから、確かに、うん、これかなり苦労されたんじゃないですか。最初これもあのリンの中にその音が入ってたんですよ、はい、ハンドクラップ入ってたんですよ、はい、ありますね、ただ音がねあの非常にこもった音だったんですね。あ、そうですよね、うん、あんまり良くないですよね、あれ。それでねあの、まあ、ちょっと複数の人数で、うん、あのそう複数人数で、ね、あの残響のある部屋で音を叩いてですね、うん、そしてオシロスコープで観察したら、うん、そのノイズでできるなということが分かったんですね。で先のこのエンベルボをこういうふうにつけてました、ね、ありましたね、あれをつけることによってハンドクラップの音が出たんですよ。すごいね、まあ、当時はそう先ほど言った風鈴変換というです、ね、技術がまだ使えなかったもん、うん、そうですね、だからお城で見ながらその、うん、オシロスコープで、オシロスコープで時間時空だけを見たんですね。うん、で周波数の特性というのは分からないままそうですよね、なったんです。で今回はその周波数の特性も見えるように風鈴変換を活用すると、うん、まあ、いろんな音が作れる、うん、なるほどね。風鈴っていうのは、うん、あのそのもうあらゆる音の構成され、うん、一つの音が構成されたもののパーツを抜き出して、うん、どんな音が重なってるかっていうのを解析するわけですよ。うん、でそれが重なった時初めてその音になるんだけど、まあだから菊本さんがやられたのは当時からやられたのは、うん、あのアコースティックの音をちゃんと追求して、うんうん、あそこから始まってるんですね。そこからシンセサイザーに変換していくというね、風鈴変換そのものはねすでにもう、うん、あのいわゆる鉱物の探査だとですね、はい、それからあの軍事用ですね、軍事用に使われました、はい、レーダーとかですね、うん、はい、ソナーに使われてますから、はい、でも当時のコンピューターは16ビット固定ソースだったんですよ。で今はですねフローティングでですね、うん、もうものすごいスピードでできますね、はい、ですからこれをですねこのツールの中に組み込むことができるわけですね、うん、でそれでやったのが例えばこれ今お聞かせしますけれども、はい、これはあのティンバレスの音なんですね、はい、生の音をネットからダウンロードしたものです。あ、これ生の音です、ね、ティンバレスの音を、うん、生音ですね、そうですね、生音ですね、はい、まあ、聞いてみましょう、まあ、サザエさんの音ですね、そうそうでこれをですね風鈴変換といって、はいはい、これもし風鈴変換しますとですねどうなるか、この音の要素をばらしてみるっていうことですね、うん、そうそう、でこれはね横軸が周波数なんですよ、はい、これは時間軸じゃなくて周波数ですね、これはですね、はい、これは時間軸だったんですね、うん、これはねこれがですねちょうど300ミリセカンドね、はい、左から右に流れてます、こうしますとこれはこっちは周波数、こっちは20キロヘルツ、これがすごいのよ、でこうなってしまうね、第1倍音、これが第1倍音ですよ、うん、これ第1倍音、これですよね、第1倍ですね、今でこれが第2倍音、はい、で第3倍音、はい、でここら辺がちょっとあの等間隔でなくなってるでしょ、はい、この間隔がですね等間隔でないことがこのティンバレスのあの金属的な響きを金属ですね、うん、出すんですよね。でそのためにすごいでしょこれ、うん、これをこれやばいよね、うん、例えばですねこれだけちょっと抜き出して音を聞いてみましょうね。そう呼び出して聞いちゃうって言うんですよ。そうして、これはね、魔術です。ほとんど。これリアルタイムでできるようになったら DJ とかすっごいいいんだろうね。キック、ドラムだけ抜いちゃうとかさ。確かに。ね、宇川君これ映像とかでも
こういうのってあるんですか、映像とかで。あのブルーバックとかよくあるけど、映像とかで、うん、波形でコントロールってこと、あのそこだけ抜き出すってこと、うん、これはファンダメンタル、そこだけ抜き出す、あるよ、もちろん、あるね、映像、ファンダメンタルこれだけ抜き出します、それはですね、これは第一バイオのところですね、そうそうそう、でこれをアプリします、そうするとこれ叩きましたね、でこれだけの音を聞いてみたいと、はい、いうときにですね、このコード逆変換するんですね、はい、そうするとこういう音です、はい、これがファンダメンタルの音、確かにでもこういう要素がちょっと入ってるような気がするよね、同じように第2倍音が、うん、第3倍音がこれです入ってる入ってる、でこれが木魚ですね、まあ、それぞれこういう音なんですね、うん、入ってますねはい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 、でもう一回見ますとね、これ周波数測定、これ今時間ですよね、周波数測定で見るとですね、これを全部混ぜ合わせるわけですよね、そうですね、そうするとこれがノイズの部分ですね、先ほど言いますと、あ、ノイズの部分、ちょっと聞かせてください、これがファンダメンタルですね、はい、これが第2倍音、第3倍音、第4、第5、第6、第7とこれですね、はい、でこれをこの時間軸でいくと、それぞれこれを全部足し合わせるとですね、はい、これ全部足し合わせると元の音が再生できるわけです。うん、こうやったそう。じゃあこれを合成で作ってみましょうということで、うん、RC ね、808で作ろうということですね。はい、あ、今やっていただけるんですか、それ。できます。すごいすごいすごい。はい、全然時間ありますよ。まだ1時間あります。何ですか。そうすると、例えば新生アカデミー始まって以来のアカデミックなね。そうだね。初めても、うん、ここまでアカデミックなのは。あれね、さっきの質問ですけど、うん、映像だったら、うん、あの輝度で抜くんですよ。あ、輝度ね。輝度輝度。だから色相とか。うん、あの明るさだったり、うん、あと、うん、そうそうそう、あとそれはじゃあもちろん動きに追従するってことね、動きに追随するし、うん、そこからそのなんだろう成分、うん、あのなんだろうな、で、つまりこれは俺が作った合成なんだ、うん、これは合成で作ったことです、先の音を元にして合成で作ったこと、よく似てるでしょ、そっくりです ね、そうするとこれがどういう構造になってるかというとですね、これが先ほど8個のパーシャルに分解しましたよね、うん、はい、それを同じように上から順番に8個並んでるんですよ、1、2、3、4、でそれぞれ1個1個聞いてみましょうかね、まずこれ今の音ですね、この音ですね、でこの音を鳴らしながら最初のこれだけ、はい、ソロにしてみましょうか、あ、ありましたね、木魚の音、あ、あったあった、あ、こう、しゃくれる、まあこれ、これ見たかな、これ見てますか、こう見てますよね、これね、はい、で、これあ、これもありましたね、うん、あったあったこれを全部組み合わせると、でもこれはですね、こんなことをしてもそれはサンプリングで取った方が早いわけですね、まあ、あの、そうですね、ただこの要素をいろいろ変えていくと、うん、また新しい音を作れるわけですよ、そりゃそうですよね、でこの機材ツールを使うと、その自然のあの目指した音のですね、はい、その音の要素を取り出して新しい音を作ることができる、あ、すごい可能性ですね、巨子状波とか三角波とかでの組み合わせってやる方もありますよね、うん、いろいろね、でもこういうふうにこの何かを目標にして、その目標に近づけていく段階でもっと面白い音が見つかる可能性があるんですよ、ね、でこれはいわゆる分析型合成という方式、ね、あ、分析型合成ですね、で、あんたがやってるのはね、そのいわゆるトライアンドエラーなんですよ、あ、そうです、どんなことが分からないで、それは面白い音が見つかる可能性、ね、もうたくさんありますよね、うん、でこれも面白いことを見つけた、ただ目的に近いづくっていう意味では分析した方が早いです、うん、そうですね、そうすると目的通りに近づかなくても、ね、この辺にこうずれたときにもっと面白いことがあったりするわけですよ、なる
僕ね一回このドミューンの、神田インダストリアルっていう番組で富田先生と対談させていただいた時があって、ちょっと意見が対立したことがあったんですよ、で僕はシンセサイザーって、シンセサイザーのならではの音を作るべきだから、電気の音を作ろうって言ったら、富田先生がね、いや自然音を解析 しなさいよって言ったんです、その時僕全然意味分かんなくて、やっぱりこういうことなんでしょうかね、絵を描く場合もそうですね、その対象になるものをですね、写真で撮ればいいわけですけども、それを自分の筆の、限界がありますね、このパステルだとかその絵の具の限界がありますね、その限界の中で描くとですね、その制約がある上に新しい表現ができ る, なるほどんですよ、でたまたま八百屋はそうだったんですよ、生の音を出そうとして、あの当時の筆では描けなかったから、それはそうですね、とかそれが面白い音を見つかってきた、だからその絵を描くように何かこうオブジェが必要なわけね、音もオブジェがあって、あの音のああいうイメージの音を作りたいなと思ったら、こうして分析してやってるうちにその音には近づかないけどですね、こう外れたところに面白い音が、そこがだから菊本さんのこれが面白いです、すごいところで、あのベースマシンにしても、あれ怒られませんでした、当時そうなんです全然みんな寝てないというそうですよ、だから僕はそこでそういうどういうトライアンドエラーをこれをツールだともっとやりやすくなります、ね、だから三角が挙手上はノイズをこうしてやる、方法もありますけども、これをやるとまた別のアプローチ、そうですね、そうですね、アプローチが違いますね、決してただの模写じゃないですよね、そこから派生して新しい音を作ろうとしているっていうのは今本当によく分かったので、だからこの場合もですね、八百屋は今度 RC 始まる話も、あえてデジタルリバーブだとか、エフェクター使わなかったから、全部 PC も一切使わずにアナログというわざわざ制約を設けたんですよね、システムの中を使うけどもアナログのという枠の中で、だからあれですね、マナーですね、まあ、アナログマナーですよね、アナログマナーでやろうというふうに一つの制限をつけることによってそこに何か新しい表現が出る、まあ、いい言葉ですね、マナーそうじゃん、ね、一つの制限をすることによって様式をという枠のはめることによって新しい世界を作ることができますよね、ちょっとそのなんだろう、その制約っていうところでお伺いしたんですけど、このパーシャルの数っていうのは、何か影響してくるんですか、音の、例えばですね、ピアノなんかはこれ8パーシャルでも足りません、なるほど、アコースティックピアノを作ろうとするとですね、実は8でも足らないんです、複雑な倍音がありすぎるってことです、八百屋の音は1ですもんですね、うーん、でね909は2個で、2個は3個です、あ、そういうものですかね、シンバルはね、なかなかあの8個いっぱい使いますね、シンバルって言いました、しましょうか、シンバル、シンバルちょっと見せてほしいですね、予定と全然違う方になっちゃったの、よしやってみましょう、シンバルはね僕びっくりしたのね、アナログで金属音がまず出てるのがびっくりしたんだけど、うるさくないんですよ、909はうるさいんだけど、808のシンバルってものすごく、いやそうですね、あの音がやっぱりね、絹のようなそのノイズなんですよ、絹のようなノイズなんですよ、いい言葉です、いいですね、このねシルキーノイズ、シルキーノイズ、開発者これ中村君という、中村さんお会いしました、彼が努力してですね、ああいう、まさに経験から作り出した音ですね、あ、そうか、そのチームの中でも、インストゥルメントによって、エンジニアが変わってきたと、それぞれ、ね、すごい一つの楽器でもうみんな総合的に集めた技術をです、やりましたからね、例えばその時の音は贅沢ですね、これ、まあ、これは主に八百屋系 の,、ね、あの回路をシミュレーションしてるんですね、それは八百屋の回路じゃなしに別の方式でもって、はい、そっちの方が自由度ありますから、そうですね、自由度があるかどうなのかというとですね、これからお見せするのが、自由度があればですね、その枠を超えられるんですよ、なるほど、
ほとんど、うん、あのサンプリングされたもののように聞こえますよね。でこれをもっとその自分の好みに合わせたらパラメータ変えたら出せますからね、なるほどですね。ドラムの音のキックの先のもっと幅の広い出しましたかね。まだやってませんでした。まだですよ。それやりましょうか。それやります。もうやっちゃうんですか。いやいいです、ね、スピーカーが壊れる可能性があります。この後そうですね、うん、あと何やりましょう。いいですか。そうですね、まあ、キック いっちゃいましょうか。いいでしょうか、ね、うんうんうん、そうですよね、うん、あそれさっきやらなかったかな。あそうか、絶対やってないです、やってないです、まあね、ご存知の通り、まあ、菊本さんがこういったサウンド の、うん、楽器を作んなかったら今 の、 そのクラブシーン、まあ、それからもちろん J-POP まで入ってますけども、うんうんうん、世界中の音楽のの可能性がちょっと変わっ、あの方向性が変わってた。確かに、うん、可能性があるんですね。これはその避けたダウンシャープというですね、うん、もう非常に広い周波数範囲を駆動できるですね、うん、発信機ですね。上からジャンバに高い周波数からゆっくりこう速くて高速で降りてくれるですね、うん、そういう発信機、ね、急激に、ね、急激に降りることができる。それプラスノイズ、先ほどあの、はい、シンバルの中、シンバルですね、クラップなんか使いましたね、はい、ああいうノイズをうまく使うとですねちょっと待ってください。もう一回これくださいこれ当時 ここまではいけなかったですか。いや私ここの部屋でこの音を聞くのこの初めてこんなに低音が出るの確かに再生がしきれなかったって驚きましたね。いやこれちょっといいですか、僕もやらせてもらって。これどうですか、これは超新しい音ですね。これもいいですね。すごい。どういうことかね、結局八百屋からスタートすると、うんうん、そこを基準としてこの機能があればもっと発散することも可能です。そうですね。でも どこかに八百屋のやっぱり音が、そうです、基準はアナログマナーですから、うん、アナログマナーですね。マナーですから八百屋の音を基準にした制約の中でやってるわけですね、うんうん、そういったパラメーターをきちっと構成されてるってことですね。そういうことですね、うん、いやこのキックがでもどうだったんだろう当時これだったらねえ、うん、だからねえ本当驚いてらっしゃったのが面白くてサウンドジェックの時に。あそうそうそうご自分でねそうですね、やっぱりサウンドシステムとともにね、そうだと思います、ね、やっと遅れて発見されちゃったみたいなところありますよね。菊本さんこれリリースされた時に散々言われたってお伺いしてるんですけど、一つはね、うん、生の音の持ってる音はもっとね、うん、インパクトがあるんですよ。八百屋の方は低音が出ますよ、頭の部分にパンという音がするのね、うんうん、それがその出なかったんですね。それそうですよね、うん、それ出なかった、ね、だからプツッと普通のスピーカーで配信するとプツッとしか言わない。うん、そうそう確かにプツッとで隣にしたラジオの小さいラジオで聞いてもキックがキックに聞こえるじゃないですか、はいね、ところがヤオヤの音はこんなスピーカーで聞いてもヤオに聞こえませんよ。ポツッとか ね、うんうん、ねそれを批判されましたね。なるほどね、でそれを、ね、改善するために909でやろうとしたのがあれなんですよね、うん、で909はもうちょっとその低音がこうアタックの そのパンチが出るようになったんですね、うん、そうですね、それとコンプレッサーをかけたような音にちょっと近づきました、ね、あそうですね、パンチの効いた感じですよね。でそうすると今度は逆にまたアタックのパチンという音が今度弱くなるんですよ、はいはいはい、でそれを強化するためにやるとするともう時間切れになっちゃって終わって、うん、そして今これで実現
して今やっとなわけですよね。だからちょっと不思議だったのは、うん、この RC の新しい音を聞かせていただくたびに、うん、八百屋なんだけど909だったり、うん、727だったりとか、うん、その PCM がちょっと入ってきた頃の音まで再、うん、表現できるっていう風に僕感じたんですよね。これはですからね、さっき言った分析型ありましたね、さっき振りで分析しました ね、うん、あれを丁寧にやれば出せますよ。なるほどなるほど、うん、もうでもそれは、うん、707とかサンプラですでに出ているような音をシミュレーションってしょうがないじゃないですか。まあそうですよね。あとだったらサンプリングしろって話ですよね。そうそうそうね。ちなみに909のことをちょっとお伺いしたいんですけども、うん、あれはいわゆるそのもうほとんどのメーカーがあの頃は PCM に移行してた中で、うん、なぜハイブリッドになったんですか？ですからそれは八百屋の時にそのダウンシャープの技術ね、うん、重いね、さっきのやつですね。そしたらこれを追求すると、うん、もっとその本当のシンセサイザーのドラマシーンができると思ったわけですよ、ね、でも明らかにもうねサンプリングの時代が来てるの見えてたんですよ、うんうん、もうあくりいい音が出、はい、サンプリングしたらいい音作れるというの分かってましたけど、うん、そのサンプリングして出たらそれはそれでそれだけじゃんかと、うんうん、それは技術者としてはやっぱり合成でシンセサイザーで作りたいわけですね。なるほどね、うん、サンプリングしてしまえば写真撮るようなもんでしょ、うんうん、それじゃその技術者としてのあれがね、教授に劣るということで、うん、なんとかもう一回挑戦したいことなんです、ね、ああそういうことなんですね。よくおかげさんやらせてくれましたよ。いや本当そう思いますね。みんなもサンプリング来てるんですかね、サンプリングが来てるんですよ。それをもう一回、ね、この方式でやろうとして、そうです、結局間に合わなくてまた失敗したくなった僕ね、菊本さん、909のね、うん、金物あるじゃないですか、うん、あれをローランド の、研究所行って、うん、本物見せてもらったんですよ、うん、で叩いてみたんです。あれパイステのやつ、あ、そうですね、押し合い君というのをやってシャーンってやったら、うん、結構同じ音しましたすごいびっくりしたんですけど、うん、だからそんな別に高級なものを使ってるわけじゃなくて、まあ、ちゃんと保管されてましたけども、うんうん、でもう一個聞きたいのは、ね、これはちょっと難しい質問かもしれないですけども、うんうん、その菊本さんが作り上げてきた、うん、まあ、808、909、303っていうのがなぜ40年経っても淘汰されずに、こう若い子たちにからも支持されてるのかっていう、どう？それは私は分かりません。それが今ね、今度、エピソードのですね、関東圏に入れたのはやっぱりメーカーは器を作ると、うん、つまり、うん、メーカー、ね、メーカーはインストルメントを作るけど、うん、ミュージカルインストルメントするのはやっぱりアーティストなんですね、うん、でそういう意味では我々は全く予想もしなかったようなことがこの発生した、うん、でも、うん、そこにはねやはりその八百屋の音の低音を出したいというその根源的な欲望がみんなあったと思いますね、うん、あ、それは菊本さんの中にですか？いや私の中じゃなしに、ミュージシャン、ミュージシャンの中に、ミュージシャンの方にね、私らは似てないと思ってましたから、あ、そうか、あれだと思ってましたから、うん、あ、そういうことなんですかね、ええ、だからやっぱりそのメーカーの中のプレゼンでは散々なインプレッションを受けて、うんうん、ところがミュージシャンからお受けされたっていう、それもね、うん、やっぱりアフリカバンバダーとかね、うん、彼らのようなやっぱりアンダーグラウンドでやってる人たちを見つけたわけですよ。そうですね。ですから私が当時付き合ってたようなミュージシャンは、うんうん、評価しなかったですね。ああ、シーケンサーのね、プログラムしやすさあれば評価してくれますけど、はい、音そのものはね、はい、あまり評価してくれない。だからみんなでしたか、もうサンプリングの方にみんな走ってしまいましたね。でもマービン・ゲイなんかも使ってましたもんね。使ってましたね。だからあれだけで作ってましたよね。だからそれはそのセンスがあったんですよね。だから我々がミュージカルインストルメントするんじゃなしに、彼らが、我々はインストルメントを作るけども、彼らのセンスがそれを同じものをミュージカルインストルメントするんですよ。面白いですよね。本当テクニックのターンテーブル、そうじゃないですか、あれ SL、まあ、そうですね、あれものをコスチェックテクニックの技術者があれをスクラッチに使われて誰も設計してないわけですね。それはそうですよね。そうですよ、そういう側面があるんですよ。間違えてやっぱり使っちゃうっていう、ね、うん、ミュージシャンが発見するっていう、そういうこと。確かに、だから、ミュージシャンがアーティストが
そのインストルメントをミュージカルインストルメントにするんですよ、うん、だからそのために可能性を器をねだから、うん、ヤガの時もねあの、うん、ディケイをねピックのディケイを伸ばすとね下品だと言われたんですよ、うん、下品って言われたんですか、こんなのはね楽器としては下品って言われたんですよ、うん、でもね伸ばしてみたらね面白いと、うん、せっかく1個しかつけてないんだからこれ残してほしいって残してもらったら、うん、それが彼らがそのミュージカルインストルメントにしたんですよ、うん、なるほどですね、だから可能性をできるだけ我々で判断せずに提供していくということが大事ですね、うん、まあ、でも思い切った決断だとは僕は思いますよね、うん、あのやっぱりこうあの電子楽器っていうとその何かを模倣するっていう、うん、あのイメージが強いと思うんですけども、うんうん、そうじゃないわけですよね。でもねそれはね、うん、ビジネスから見たらですね、うん、やっぱり市場で求めているものは、うん、ああいうあの八百屋の元じゃなかったんですよ。やっぱりその後に売れたのはサンプラーの音が飛びましたから ね、うん、だからビジネスになるのとそれがそのアートの核心になるといったら別の事情ですね。ただ我々としては常にその機械を潰さないようにですね、うん、楽器あだからあの V ピアノっていうのは私最後のプロジェクトでしたけど ね、はい、ヴィンテージはしっかりやりましょう。ただスタインウェイとかですね、ベーゼンとかですね、うん、音しっかり出すけどその横にちょっとですねあのバンガード、うん、つまり前衛ですね、うん、そういうものをこう隠して入れてやると、うん、発見して面白く使ってるんですよ。なるほどね。そうすると隠しモードみたいな、うん、で隠しモードですよで使いたくない人は使わなきゃいいと使いたい人は、ね、それつけて新しい音楽を、うんね、作り出すとすれば八百屋みたいになる可能性があるんですよ。そうですよね。だからヴィンテージとバンガードだからこのだからこれもヴィンテージ一緒やってますよね、うん、で先ほど新しいを出したのはあれはバンガードに相当する、つまりアバンギャルドの方、はい、の方向ですね。そうですね、両方を用意することによってミュージシャンがいつも受けられるように、うん、素晴らしいというのが V の V シリーズのコンセプトだった、うん、そうここでちょっとその、V シンセの話、V ピアノですか、うん、の話出たんでちょっと昔のことをね振り返るのはどうかなと思ったんですけど、まあ、今日の話聞いててもねやっぱり菊本さんって生粋のもやっぱりエンジニアだと思うんですよね、うん、でローランドに在籍中も一回社長になられましたよね一回社長になられたのに、それと年を聞かれるのが一番嫌な、そうですか、おいくつですか社長になったのに半年後にまたエンジニアに戻りましたよね。まあそれは私が社長に責任じゃなかったということと、うん、バリフレーズって V 申請につながる、はい、バリフレーズ、それをねやり残してたんですよ。もうどうしてもやりたかったんですよね、うん、でもそういう方いないと思うんですけどねそうですね、なかなかやっぱりものづくりが本当に好きだっていうね、私は人間嫌いですからね社長嫌い、社長ってのは対人関係のビジネスだからね。そりゃそうですよね、うん、だからそういうことは私は絶対無理だと思って、もう技術に戻してほしいという。面白いですよね。で菊本さん、まあ、だいぶ前からロボットの制作もされてるっていう、ま、ロボット、あ、ロボットね、うん、それもやっぱり興味深いしね、本当にやっぱり常に何十年か先、もう50年とか60年先を見てらっしゃるんだなって思うんですよねいやそんな大したことじゃないですよ。いやいや、うん、ちょっと人のやってみたいなこと やってみたいなとかですね、そういう、まあ、なんですかね、発散型の人間ですよね、でもそういうことが具現化できたってことはすごくラッキー、うん、ね、そういうことをやらせてもらえたことも、ね、まあ、非常にラッキーだったんですね。そうですね、でここでちょっと感謝してますよ。世界各国からですね、菊本さんに、うん、質問がたくさん来てるようです、ね、でちょっとそれレナのもう、ね、読み上げられないぐらいいっぱい来ちゃったんで、あ、もう本当抜粋してください、はい、なんですけれども、まあ、うん、そうだな、なんか最初に来た質問がプロトタイプでキープしているあの機材はありますかっていうんですけど、まあ、これローランドに、これはローランドであるものですかね、うん、置いてありました、どっかに、うんうんうん、
あとはね、808を作った時どうしてディケイを入れようという、うんうん、どうしてディケイを入れようっていう発想になったのかっていう、そうでしょ、さあ、うん、残った人がそのディケイしかつまみ残ってなかった置く場所がなかったあの物理的問題もあったなるほど、はい、うん、あとはそれは英語で言わなくていいの、あと、あとで返します。あ、そうだね。うんうん、あとはね、303が思ったものと違う形で受け入れられたっていうことに関してどう思われてるか、八百屋と同じですよ、うん、ね、やっぱりそうですか、ね、うん、もう全然でもね、あの、私もいつも書くんですけどね、うん、あの303がああいうふうに使われたのはね、うん、フィードバックした時に発信しないように安定な会を作ったの。あ、そうですね。これはね、発信しますもんね、思い切った音を作ることができたんです、ね、ベースの音はならなかったけども、はい、それこそあのアシットのああいう世界で使えるようになったんです、うん、これはその担当者が自慢してますよ、その人も俺がやったんだと言ってますね。あれでやっぱりピューンって言っちゃったらおしまいですもんね。そうです、スピーカー飛んじゃうんですね、うんうん、確かにそうですよね、うん、あとは303のコンセプトやデザインについて、うん、その当時のことを鮮明に覚えてますかっていうことで、その時点でこう本当はこうしたかったのにっていうことはありますか。ですからベースバージョン作るやつコンセプトはベースマシン、ベースラインを使った、ベースラインを作りたかったんですね。ボーン、そうそうそう、ね、スラップもちゃんとできる、そうそう、やりたかったですねギターと一緒に合わせるとか、そういうことですか。いわゆるだから606と303というのがあって、うん、ギターとかのバッキングを やらせるっていう、うん、ですから TB303 の次は TC404 というコードマシンを作ろうとしたんです。それがあったらまた変わってたんですよね、うん、ところが303が売れなかったのでやめちゃったんですね。もうすごい残念ですね、うん、だからいわゆるあのドラム、ベース、それからあの和声をやってくれるコードがあったってことですよね、うん、本来は。そうそうです。それはな404ですか。え、なんとか404っていう名前。あ、TC404。TC404 って何ですか。TV だった、あの、あ、コードか。TR だよ。TR606 ね。それから TB303。ベース。コード、コードってことです。コード、コード。T って何ですか。やめてよかった。T って何ですか。じゃあトランスターじゃん、それ。当時 TR トランジスタというのも、ね、コンピューターの時代に入ってたんですけども、竹谷さんがずっと引き継いで、それを、ね、持ってこられて思い出があったんです、ね、こだわりですね、トランジスタという、うん、もうトランジスタそのあの時代にはね、その T なんですね。あ、なるほど、うん、あとそれぞれ その808しかり、その303も開発時間っての期間ってどれぐらいかかるんですか。当時は短かったですよ。短い、ええ、うん、例えば808に関しては、まあ、808はね1年半ぐらいですね。え、それでも1年半 かけられたんですね。かかりましたね。はあ、ええ、でもあれだけの音があるもんね。そうだよね。 今はそんなにすまないですね。もっともっとかかりますよ。精神科学的にですね、曲が厳しいですからね。ということは81年に発売された808は70年代後半にはもう着手してたってことですね。かかですね。ってことは、うん、LM1 リンドラムの最初の噂が出てるとき、いや、だからあれがね、79年終わりぐらいですね。そうですね。リンの噂が出たのはね、はい、あともうフェアライトが出てましたね。フェアライト出てました、オーストラリア、ね、出てましたね、うん、ああそうでしたか。他に何かありますか、ね、個人的に好きなフェバリットシンセサイザーってありますか、うん、それはあの作ったも の, それとも、いや、あの個人的に、個人的にですね、個人的に作った。私はやっぱ V シンセが最後のシンセだったので、ね、V シンセはあの残念ながら評価されなかったからね。いや、あれは素晴らしいと思いますね、うん、V シンセはあの先ほどでしたね、うん、あの社長を辞めて、うんうん、バリフレーズを、うん、やったその技術をシンセサイザーに最後に応用したというんですけどね、あれはあの十分に活用されなかったなと私は今思ってますね。なるほどね。ちょっと早すぎましたね、あれも。うん、まあ難しすぎたですね。あとはね、まああのまあ、808は今こうやって手掛けてらっしゃるんですけれども、うん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 、303でも今何かもしも変あの何か手を加えて、いや、だってこの回路をうまく活用すればですね、303、はい、作れますよ。ああ、うん、なるほど。それは
そのアイデアは今、私もね時間がないもんですからね次のテーマもそれ入ってるんで、うん、だからまあでもやる人いたらこれできるだけね、うん、これをクローズするんじゃないし本当はオープンしたいんですよ、うんうん、だからあのオープンソースということも考えられますけども、うん、まあ、手間が大変かかりますからね、うん、だからまあとりあえずこれをコピーして活用してもらったらもう自由に、まあ、それはすごいな、うん、あとねあのそれぞれの実機って自分で持ってるんですかって、あ DR55 をねあのあそこであのヤフーでヤフオクで出てきたんですよケースそれは出てきますよね、うん、キャビネットに入って、ね、箱に入ってで化粧箱に入って出てきました、ね、うん、3万円で買っちゃいましたご自分で作られたもの、そしたら そこにですね青焼きのね回路図が入ってたんですよ。本当ですか。ブループリントの、それでも売った人も送るときに菊本忠夫さんって書いてあるわけですよね。いや書いてなかったですけどね。書いてなかったです。でもどうしてああいうのが今手に入ったのか不思議でしょうがないですね。試作品ですよ。あ、そういうことなんですね、はい、誰かが横流ししてたってことじゃないですか、ね、まずいです ね、 それ。誰ですか。中村さんじゃないですか。いやいや、そんなことないです。ちなみにその303とか808も実機で、いや、もうそんな思い出したことない楽器でしたそうか当時の批判されたことが思い出したことない楽器でしたから、うん、もうとても手にする気はなかったですね。でもあのその80年代後半から90年代、うん、そしてまあ現代に至るまで、うん、もうとどまることを知らずもうずっと話し続けてきてるわけですね。そうですね。もうね廃れるかと思ったらねまた最近盛り上がってきましたね。何回もこう上がっていくわけです。不思議ですね本当に。で最近リッチ・ホーティンがずっと探し回ってるっていう。ああそうそう、うん、いや探し回ってるらしいんですけどね合わせるかわからないですそんなことないですよ。あの人もあの808いっぱい持ってるって言ってましたけどね、うん、いやただこんな回路ね RC808 使ってなんか実験したらしていただいたらありがたいなと思いますけどね、うん、そうですよね、まあ、必ず触ると思いますよ、うんうん、もうこれリリースっていうかもうあのウェブにアップされていて、ね、まあ、少しずつバグフィックスをして Mac バージョンとね、うん、できれば VST も含めて、うん、できるだけ進めたいと思います。そうですよね。やっぱりシーケンサーの部分に関しては、うん、それぞれが、まあね、ね、そうですね、 DAW でそれぞれやってもらったら、うん、これそうですよね、まあ、デモ用のもんですから。そうですよ ね作りにくいですね、うん、ね、そうなんですって、うん、だから僕も今心待ちにしてるんです。 Mac Mac 版をね、うん、そうそう、もう連日徹夜でね、そうですよね、やっていただいて、本当は今日はね僕が作ったリズムをやりたかったんですけど、なんかメールが3時4分に来てたっつって、あ、そうそうあと1分早かったら3時3分で、ですけどねでも夜中までねやってるんだな、そうそう、あ、起きてらっしゃるんだなっていう、ね、そういう話をしてて、でね、すごいですよ、そうですよ、まあ、聞きたいことが山ほどあるんですけどね、うん、まだ時間大丈夫ですかね、うん、まあ30分ありますね、うん、菊本さんなんか今興味あること、 そうなんですよ、それからこれから何か企画してる、計画してることっていうのは、はいはい、まあ、せっかくこれ、ね、MC308 出ましたから、はい、これをもう少し使いやすい形で、ね、はい、改良していきますけども、はい、それと同時にずっと実はこれを始めたのはですね、実は始めてるサイレントストリートミュージックというですね、はい、新しい音楽の演奏形態を、はい、うん、普及させるためにちょっと八百屋のビッグネームを使わせてもらえないかということですね実はこれそうしますとね協力者がたくさん出てくるんですよ、はい、なるほど、非常にありがたいことでね、そういったことを始めたんで、うん、本来やりたいことはサイレントストリートミュージックなんです。あ、実はぜひ見せて、はい、いただけますか。今日映像が用意されてるんですけど、うん、まあ、簡単な概要をちょっとご説明願ってよろしいでしょうかね、はいはい、いいですか、はい、ね、まあ、ちょっとまず映像を見る前に菊本さんからそのサイレントストリートミュージック、はい、私もずっと楽器の開発やってきましてですね、はい、売れる楽器を作ろうということで頑張ったんですけども、はい、売れる楽器より買ってくれる人を増やす方法はないかと、はい、つまり音楽楽器の演奏人口を増やすですね。なるほど、はい、それはその練習する場もですね、演奏するのも音というのは、音楽というのはそうでない人にとったら、うん、雑音なんですね。そりゃそうですね。そうするとそれぞれがヘッドホンで
演奏者もヘッドホン、うん、それから聴衆もヘッドホン で、うん、でそれをたくさん並べるとですね、夜店の、うんうん、でですね、ずっとそのバンドをたくさん同時に演奏できるわけです。つまりお互いのクロスとか邪魔なしにですよ、うんうん、でストリートミュージックというのは、ね、その音楽を楽しみますけど、最大の経験はその一番いい場所ですね、演奏すると他の人入れないでしょ。ああ、それはそうです、ね、うん、そうするとみんながそこに集まってできますよね、はいはい、だからみんなに一緒にやれるという、うん、そうするとお客さんも通行にももっとたくさん集まってくれる。なるほど。そういうためにはですね、うん、ヘッドホンでみんながやろうと。でその頃にちょうどそれ発想したのはもう昔の話なんですけど、最近ですね、そのブルートゥースのイヤホン、うん、これをブロードキャスト対応になるという技術が出たんですよ、うん、それでこの SSM という活動を本格的に始めた、うん、なるほどね。それをちょっと見ていただきましょうね。うん、これはあの浜松の駅前でですね、はい、バンド5バンドぐらい、はい、うん、作ってですね、そこで、はい、お客さんヘッドホンを映像が出ます、はい、SSM サイレントストリートミュージック、これはあの、あ、あれですか、これはあの浜松ではですね、はい、ヤラメイカミュージックフェスティバルという年に1回のですね、はいはい、大きなフェスティバルがあるんですが、はい、そこへもう、ね、レギュラーで入れてもらって、あ、そうですか、演奏で舞台でね、あの自分の出番待ってる人がですね、うん、バンドがまあ100バンドぐらいバシッとしますね、うん、そしたら終わった人はもう帰っちゃうわけですよ、うん、でこれだといつでも自分の機材を持ってきてですね、そこでずっとやってありますから、うんうん、全員がですね、たくさんのバンドが同時に演奏してるのをザッピングして回れますよね、聴衆は、はい、うん、ああ、なるほど、だからその飲みの内だとか、うん、夜店のように音楽を楽しめるという、なるほど、ね、そういう世界を作ろうというと、そうすると多少下手でも自分も演奏して出てみるという音楽演奏人口を増やすというそういうことですね。面白いですね。これはあれですよね、あのもちろんあの、まあ、特にね、あの東京なんかに住んでると住宅事情から してみてもあのなかなか音を鳴らせないっていうのがやっぱあると思うんですけど、あのとてもやっぱりシンセサイザーを作ってた方の発想だなって思うんですよね。アメリカの楽器フェアなんか行きますと ね、ヨーロッパもそうですけどね、うん、あのブースが大きな会社は、ね、うん、あの防音室作るんですよ、はい、そうです ねとか小さな企業はね、はい、ガレージメーカーがこのヘッドホンをぼらされてるので、うん、そうですね、そこ見てやってる、それを見て、まあ、そういう発想だったんですね。ところがそれだけヘッドホンじゃなかなか厳しいですからね、はい、でもみんなが Bluetooth イヤホンみたいなものを常時持ち歩く時代が来た時には、ちょっとやってるの見たら遠く離れてちょっと聞いてみると、うん、よければ近づいてるというね、うんうん、いきなり近づきにくいでしょやっぱりね、うん、あ、そうです、それがね、一つのこう、ね、ハードルを下げてくれないかなというのでこれ始めたんです。なるほど、うん、まあ、国民性もやっぱり日本人の国民性というのがあってね、あのちょっと離れたところで、うん、あの彼らの演奏を聞いてみて、うん、面白かったら近づいてみる、そうそうそうね、うん、
そういうの面白いですね。一度ねドミューンでもあのサイレントディスコっていうのをやりまして、うん、それがもう大盛況でね、あれ何百人ぐらいいたのかなお客さんでこういて、演奏して、したんですけど200人、うん、300人、うん、まあ現場は異様でしたね、うん、屋内でやったんですけど音がないのにお客さんの歓声だけが異常にギャーゴーとかなってるんですけど、ね、ですからねこの運動を始めた時みんなねその音の出ないのは異常だと言ってね、うん、誰も乗ってくれなかったんですよ、うん、あ最初はね、今でもねそんなありえないという人とかいますよ、ね、でもさっき言ったイヤホンを常時持ってる時代が来た時にはね、あそうですね変わると思うんですよ、ね、それ今 5G の時代ですね 5G ですね IoT、はい、あれ IoT のインターネットオブシングスはあれは物事ですよ、うん、物じゃなしに、うん、インターネットの物事ですからね、うん、そうするとそういう時代が来た時にはみんながこれ、ね、こう街中がですね、うん、演奏会場になると、うん、誰もがそこへ演奏して、ね、下手でも、うん、あれがやってるんだったら俺もやってみようという、なるほど、ね、そういうことで人口のね音楽演奏の人口のというか士気が下がってくれればというので始めた運動なんですよ。うん、さっきね、ちょっと本番始まる前に、菊本さんが素晴らしいことをおっしゃってたんですけどその技術と芸術の話についてね、うん、ちょっともう一回お話ししていただきたいと思ってるんですけど、ギリシャ語でですね、はい、アートというのはテクネットですかいわゆる技術という意味があるんですね、うんはい、もともとギリシャ時代には、うん、技術を持った人が芸術家であったうん、ケースがありますね、はい、今のように技術がこう非常に高度化してくるとですね両方やるので私は感性だけでいや俺は技術だけというので分けるんじゃなし、もっとミュージシャンももっと技術つまりアートのテクノロジーよったアートね、うんうん、アートというのはその日本語に正解を押すとね術ということなんですよ、うん、つまりマーシャルアーツというのは戦時、はい、格闘技ですね、はい、術ですね、それからいわゆるメディカルアーツとかいうのは技術ですね、うんうんうん、で術というのがその意味であってですねそれは音楽という音楽芸術であったり、うんうん、アート・オブ・ミュージックですね、そうですね、でこれはアート・オブ・テクノロジーなんですよ、はい、ですからそれはアートにつながってるんで、うん、ミュージシャンもそれから技術者もどっちも融合していく方向に行ってほしいという、うんうん、アートは術なんですよ、うん、なるほどね、なるほど、なんか最近のねそのユーロラックなんか僕ら今日もライブやりますけども、うんうん、それを見てると工学知識がなくても、うん、自分の好きなモジュールをこう配線で組み合わせてパッチングすると、うんうん、で自分のシンセをデザインできるっていう方向があるんですね、うんうん、で一方ではそのパーソナルコンピューターの中で、うんうん、やっぱりちょっと工学知識を持ってない人しかできないようなプログラムを書くっていう2つあると思うんですけれども、うん、僕らは実は全くその工学知識を持ってなくて電子レンジも触れないくらいなんですよね、うん、それがなんだろうユーロラックだとできちゃうんだよね、うん、だからちょっとそもそもの菊本さんの工学に対する入り口っていうのはどこだったのかなって聞きたかったんですけどね、私はね、音楽にそんなに強いね、おめでがあるわけじゃなしに、うんうん、音じゃなかったんですね、うん、そうですね、ですからそういうところに入っていくとだんだん楽器の世界に入って、まあ、富田さんのその月の光を、ね、あの話ですね、聞いてですね、シンセサイズこんな音がするのかと、うんうん、まさかあれがメロトロンだと、メロトロンと思わなかったね、宇川君そうなんです、菊本さんはあれ騙されて騙されてローランドに行ったんですって、そしたらメロトロンだったっていうね、うん、そうそうそう、あれサンプラーですからねテープの、うん、そうそうそう、そういった、うん、休憩経緯があるっていうね、面白いよね、うん、そうなんですよね、でもまあなんかそのなんだろうな、技術と美術、うん、芸術ね、芸術っていうところに関しては、うん、本当になんか
まあ、宇川さんやってる方もね本当にそうですし、ね、あの技術者も、うん、面白い技術の人ができるだけミュージシャンに分かりやすいようなツールを提供するのがあるんですね、うん、ありますね。でも、はい、ミュージシャンのもっとこっちの方に来てもさっきの風利変換なんか使ってもらうと、うんね、これはもうこれ以上簡単になりませんから、うん、これをうまく利用してもらえば、うん、もっと新しい音を作れる可能性ありますよね。でもそういう意味ではシンセサイザーってなんか一番その入り口そのあのテクノロジーのに入っていくあの入り口っていうのがあの近いとあのじゃないかなって楽器として。あ、そうだね、うん、やっぱあの数値を使うじゃないですかいろんなところで、うん、だからそうですね、うん、新世代というのはミュージシャンがアート系の感性系の人がもっとテクノロジーに入ってくる世界ですよね。そうですね、うんうん、あとはねあの菊本さんが、うん、あの楽器メーカーにあの入った時っていうのは、うん、世の中はその楽器をいかにちっちゃくそしてあのつまみを少なくするかっていう時代に入っていったわけじゃないですか、うん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 、それが今ご覧のようにそれを全部剥き出してつまみをせっかく隠してたものを今度出してきてるんですよね。そうなんです。私もねローランド入った時はね、うん、そういうこういうあのいわゆる、うんでメカニカルなねあれはその電子的なですね、はい、出すと嫌がられるかなと思ったけどだんだん時代が変わってきてですね、うん、であの結局そういう人たちがアーティストが本当にテクノロジーの方へ入ってきたというのはねそこもそうですよね。ミディなんてね、うん、最初にしたって話した時は誰も理解できなかった、ね、あそれはそうですよね、うん、それは入社もこっち寄ってきてくれてるわけですよね、うん、あんなややこしいもんないですよ、うんチャンネルがあったりね。そうですね。こんなもんみんな理解してくれるかなと思いましたけどね。うん、あなるほどね。うん、まあアコースティックにはない感覚だもんね。そうだね。うん、確かに。うん、そうなんですよ。もう話は尽きないんですよね。いろいろ聞きたくて、なんか聞きたいことないですか個人的に。あとはね、視聴者の皆さんとかないですか。うん。ねうんまあ、本当になんか菊本さんの話にもみんな夢中になってるらしいんですけれども、そうみたいなね、なんかちょっとお待ちくださいよ、うんうんあれちょっと待ってくださいこれはやばいって、まあ元社長が語る興味深い話っていうあれもありますけれども、菊本さんって、うん、この動くメディアに行ってお話しされたことはあります、うん、今回初めてですね。初めてですね。ですよ ねこれってあの菊本さんって本当にいるのかっていう話があってあのそれはね今回あのエピソード発表したのも質問がものすごく来てたんで今まで、うんうんうんまあ、でもね、うんまあ、楽器その海外の場合ね、はい、あの例えばオーバーハイムとかね、はい、それから失権者さん、いや、うん、人の名前ですね、はい、オーバーハイムだとか、あ人の名前ですね、オーバーね、ボブモーグとか、ねはい、ムーグだとか、ねはいね、日本の場合はそういうね風習習慣がないでしょ。だからみんなでね。その技術を開発したんで個人がですねそれとしてやったわけじゃないわけです。なるほど。みんなが協力してるんでだから誰が代表するってことはないんですよね。影の人って感じですよね。まあ、ねだからねそれをねアンサングヒーローというんですって。かっこいいですねちょっとね。いいでしょうね、うん、つまりそういう人たちがたくさんいるんですよ。私も競争相手の山さんなんかにもね、うん、本当に素晴らしい人たくさんいましたけど、そうですね、名前が出てですね、うん、ねなほとんどないですよ。そうですよね。素晴らしい人たくさんいましたけどね、うん、そういう人たちはアンサングヒーローなんですよ。たまたまこの八百屋がこんなのなっちゃって私もね目をくらまってますけどね、うん、でも、まあ、だからさっき言ったように、うん、でメーカーはインストルメントを作るけども、うん、それをメイキングするのは入社なんです、うん、なるほどね、うん、あそうか、うん、あくまでスターになっちゃいけないってことですね。スターじゃないということですよみんなそれぞれが、いやいやそんなことないと思います。それぞれがみんなね、うん、あのちょっと少しずつのねでもそれに貢献してるわけですからね。これだけ電子楽器の歴史を変えたっていう、うん、一人で変えたって方はもちろんあの、うん、そうですけども、うん、あの
その発想ですよね、うん、例えばあの中でもやっぱりモーグ博士っていう名前はもちろんそうですけど、うん、菊本さんが作られたものってモーグ博士はあれは本当に天才ですよ。私も本当に尊敬してますよ、うんうん、どこが言ってたあの VCF というあの回路ね。そうですね、歪ませているやつですね。あれはね、私ら凡人では絶対思いつかない回路ですね。ちょっと歪んでるって、ね、あのはしご側にしてです ね、あの回路はね、あの私ら思いつかないですか。そうですか、うん、歪ませるっていう概念がない、うん、そうね、きれいにしていこうっていうね、まあ、あの人は天才ですけどね。 あとはねそのまあ言うたら運に乗って、ね、そうですね、ちょうど回転してたまたま八百屋というものがね、当たって未だに続いてるというふうに、うんうん、だからみんなハッピーアクシデントと言いますよね。そうですか、ハッピーアクシデントと言いますよ。僕はもう一回ね、菊本さんに作ってほしいんですよね。まあでも今回の RC はそうですけどね、これそうですね、これを使ってもらって、うん、これでちょっとリクエストがあるんですけど、ね、さっきのパラメータありますよ ね、個々のパラメータがあったと思うんですけど、うん、あれをミディ CC で動かせるようにしてほしいんです。あの、フィジカルコントローラーと つないだ、だからそれはね、うん、あれですね、あのいわゆる VST にするときに、あ、そっか、できますね。 VST ではそのね、DAW の方からあの中のパラメータをコントロールするんですよ、ね、なるほどなるほど。でもね、大変なのはあのブレークポイントがたくさんあるんですよ。あれをどういうふうに、どういうふうにお客さんに開放するかというのはね、課題なんですね。だからその、音楽の時間軸に従って音がこう変わっていくような、うんうん、あの動作っていうのかな、うん、そういうのをしかもね、あそこにねたくさんのパーシャルありますね、うん、パーシャルがたくさんあるとエンベロープでもたくさんのエンベロープあります、ね、同時に動かす、大変ですね。それ大変なんです。ですからどっかでそれを妥協したですね、はい、あのミュージシャンがコントロールしやすいような、あ、特化したものだけをこう、ね、ものに、いわゆるマクロコントローラーですね、うん、マクロコントローラーの形でやって出す必要がありますね。なるほど。しかしそれはもう私やってる命がもう続きませんから。そんなことはないですよ。あと50年、まあ、60年頑張るようにお願いします。使いやすいね、まあ、VST の方に何とかそこにそういう機能を入れたいですね。そうですね、これみんな使いまくるんだろうな。うん、そうですね。 あと最初にあの菊本さんにお会いした時に、うん、あの TR シリーズ の波形のアタックの部分、うん、こうガシャガシャってなった後ボヨーンってなって、あれって今、はい、もう一回言いますか。見せていただくことができます。はい、さっき失敗しましたかね。あ、そうでしたっけ。これをね見ていてほしいんです。菊本さんの出す音の特徴ですね。波形を見るまでは僕は仕組みが分かんなかったんですけども、これ見ると一目瞭然ですね。うん、うん、すいませんね。これ今八百屋のキックですね。うん、ちょっとディケイが短めの方ですね。はい。この一番下の波形ですね。ここをご覧ください。最初に周波数が少し高くなるね、はい、2倍か4倍ぐらいの周波数になって、そしてこれが八百屋の特徴なんですよ、はい、もっとしますと、例えばあ、こうするとよくわかりますね。
この中ですかね。どういう感じですか。どの音ですか。うん、ここの頭の部分の波形がすごく狭くなってるじゃないですかね。こうすることでね。そうです。これが八百屋の特徴なのね。そうですよね。でこれをですね、CR78 の音にするとするとですね。はい。これが実は。ああ綺麗な制限波ですね。そうですね。これは78の音なんだ。だからパチパチ言いますけど、はいはい、そうですね、圧力感ないんですよ。なるほどね。でスピーカーで聞くとポコポコで言う、はいはいはい、それを上げること、2倍すること圧力とかアタックのね、アタックそのコンプをかけたような感じですよね。 そうですね。それをもっと極端にしたのが909の音なの。なるほど、ね、それをもっともっと強調なのがさっきの爆発的な音になる。これ結構これに関して研究者がいるらしいですね。これはね、というね、ダウンシャープという、これ研究者います？あ、そうですか。これなんか研究してる人がいるみたいで。これはね、私もこれ気がついたから81年ぐらいですけども、はい、ダウンシャープという考え方そのものは昔からあるんですよ。うん、楽器に使ってませんけどね。うん、これって意図して作ったわけですよね。これさ、いや、はい、これ意図して作ったんです。作ってますよね。それは生の音を完成するとですね、うん、昔ましたね。キックドラムとこうさっきのオシロスコープで見ると、はい、やっぱりこういう波形が見えたんですよ。頭のところにね。こういう2倍が見えたんですよ。最初だけこうなって。そうですね、2倍が見えた。だんだん周波数がゆっくりなっていくという。でそれを今はフーリエ変換使うともっと違う、ね。なるほどね。あと菊本さん606も関わりあったんでしょうかっていうお話も、はいはい、これもなんかよく何回か聞かれたんですけど、うん、確かにそうだなんで606ってハンドクラップ入れなかったんですか。ハンドクラップはね、うん、その時評価されてると思わなかったんですよ。そうなんですか。まあ、ね、私ハンドクラップの音は八百屋の試作品ができた時に、うん、FM ラジオだったと聞いてる時にですね、うん、YMO のですね、イントロからね、はい、ハンドクラップが始まる線のナイフがチャッて あれが聞いてこれ何の音かなと思って、ね、自分で作ったやつじゃないですか。聞いた音かなと思って、ね、やめてくださいよそういう経緯があってね、はい、みんな面白がってるというんだけど、でも社内でもね最初のうちはそうでもなかったんですね。あ、そうですか。そうでもなかったところがだんだんとこう評価が上がってきて、ね、そうですね。そして八百屋に乗らな、606に乗らなかったんで専用回路で、ね、あれボスからどっかからこんなのが出ましたね。あ、だからやっぱり評価上がってくるのは徐々に上がってきましたね。DR110 になるとまた入りましたけどね。あ、そうですね、ありましたね。それでね、ちょっとリハの時に聞かせてもらったんですけど、うん、これ本当にさっきの RC808 で作ってんのかっていうような、うん、リズムと音色がどっかで聞いたことあるようなやつがちょっとさっき聞かせていただいたんですけど、はい、最後にそれ聞かせていただきますか。これいいのかな、はい、うん、時間あります。ちょうどね、うん、あと7分あります。7分ですか、はい、7分で、じゃあこの音これ何か分かりますよね、うん、これさっきの RC808 で作ってるんです。もう一回もう一回ちょっと短すぎませんか。もうちょっと大きな音でいきませんか。これはい、これいいですよね。あ、マイクをじゃあ、はい、口にですね、なんていうかマウスドラムですか、はい、あれのようなことで作ったんじゃないかという説もあるんですね。あ、ビートボックスみたいな。そうですね。でね、だと思います。でも合成で作ったという話もあるんですよ。で、私も興味があったんでこれ分析して、先ほどフーリエ解析で、ちょっと待って、フーリエ解析したんですか。分析したんですよ。やっぱりね。これ やっていいのかな。探求心がすごすぎるよね。すごすぎるね。そこに行くんだね。その音単体で出る感じですか。一応単体で出ます。ちょっと待ってよ。まず音だけ聞いてみましょうかね。まずそうですね。
そうなんだよ、太めなんだよね音がね。太めなんですよ。そうそうそう、痩せてないんですよ。痩せるためなのに、まだコース半ばなんだ、ね、まさにまさに。でもね、そのやってるうちにもう痩せなくていいからちょっとずらしてみようという、ね、そう、そうですよね。そういう音も作りましたからね。ああそうなんですか。これでも日本人しか分かんないだろうな。確かにね。でもこれ話題になりましたね、この音。話題になりましたよ、ね、うん。あ、こういう音が出るんですね。で、これ全くパラメーターは一緒なんですよね。今からあのその音の合成のね、うん、ネタをこう紹介しますけど、これは8パーシャル使ってる。パーシャルがたくさん使ってますね。7個か、うん、でこれ例えば出しながら、これいい音だな、うん、いいんですかね、この音。いや、いいんです。これこんな音が入ってる、ね、それも入ってる、 こ, 入ってる、ね、この音ですね。それからね、あ、この音、あ、はいはいはい、あ、はいはいはい、こういう音が出てる。え、これで全部、それであの音が出る。そうそう、こうなんですね。このやっぱりパーシャルの音量レベルっていうのがすごく大事になってくるんですよ。これを変えるとまたいろんな組み合わせの音が出る。なるほど、ちょっと痩せめのライズアップとかね。そうそうそう。これやってる時間がなくなったんで、うん、もう 太めでいいからちょっと別の声。いやいや、もう1万点ですよこれ。大丈夫です。そうするとそれはですね、はい、この音かな。あるんですね、うん、ちょっとひねって、もう痩せなくていいってやつ。痩せなくていいかって言うんで。これちょっとまたリバウンドしてる感じしますよね。最後にね、諦めちゃってるっていうね。諦めちゃって、もう一回聞いていいですかこれ、うん、あ、これひどいですね。ただこれを使ってですね、はい、ちょっと曲を作ってみたんです、ね、曲作ったんですね。すごいですね、工学士がミュージシャン寄りになってきてるっていうね。さっきの話ですよね。そうですね、ブレてないですね。あ、かっこいい、これかっこいい。いやー、あ、拍手起こってます。大拍手ですよ、場内が。ちょっと太めですね。それでしたね、はい、いやー、これはやっぱりすごい可能性を感じますね。でもやっぱ皆さん、さっき の, あの、まあ某 CM の曲もフーリエに解析してて、どぎも抜かれてる感じですね。もうね、着眼点が違いすぎて。ね、僕はね、ちょっと偉そうなことを言ってあれなんですけども、うん、菊本さん、どん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 これからも間違っていってほしいんです。間違って、はい、間違いを繰り返していってほしいんです。もう十分間違ってますけど、ね。うん、やっぱりそこから生まれる何かっていうのが、うん、多少時間がかかっても、うん、誰かが見つけ出すっていうことがあると思うんです、うん、ただ本当に早すぎると思うんですね、菊本さんの やられてることっていうのが、うん、だからそれが僕らはもっと敏感になって、うん、ちゃんと音楽に昇華させていくっていう、うん、うん、そういうミュージシャンをやっぱり育てていかなきゃいけないしね。まあ、そうですね、本当テクネ、つまりアートがね、うん、テクネとして技術とあれが融合していくとかね、うん、私らの望むところですね、うん、そういう技術を、まあ、まあ、できるだけ惜しみなくね、うん、これ出していきたいですね。なんかそう聞くとね、すごい課題を突きつけられてるような気がしますね、うん、ほら作ったからやってみろよっていうね、うん、だから僕らも挑戦していかないといけないし、そこに、うん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 、本当にね、今日は本当に、浜松からね、わざわざ、瀬戸芸のためにドミューンに来ていただきました、うん、菊本博士ですけども、ねね、本当にありがとうございました。こんな機会ね、なかなかないんですよ、ね、本当に。ちょうど、あ、もうお客さん満載ですね。菊本さん、また東京で会った時は
またご出演していただけませんでしょうか。ぜひお願いしますね、はい、どうもありがとうございました。どうも、そんな感じでね、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。福本たたえただおさんでした。おめでとうございます。はい、ということで、まあ、でもいい話聞けたね今日は ね、よかったよかった、もう菊本さんまた大好きになっちゃったよ、ね、うん、よかったよ、今度はちゃんと持ってこようね、808か909 ね、重たいんだよね、重たすぎたね。今日もでもツイッターで呼びかけたら、うん、みんな、協力してくれて拡散してくれたんだけど、本当にありがとうございました。この場を借りてお礼いたします。はい、拡散するのがさ、なんか遅すぎるよね。昨日やっとけばよかったの。そう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 、まあ、うん、ということで、はい。